ストレンジリアルとは、バンダイナムコエンターテインメントのフライトシューティングゲーム、エースコンバットシリーズの多くの作品に共有される、架空の世界である。ストレンジリアルという名前は、エースコンバットシリーズの多くの作品で、共有されている、架空の世界を指しており、開発スタッフやファンが使う故障である。作中世界内ではこの名は呼ばれず、作中キャラクターは自分たちが生活する惑星を、 地球と呼び、大気圏外の領域も、宇宙と呼んでいる。ストレンジリアルの世界観を描いた作品として、明確に定義されているのは、エースコンバット3、エースコンバット04、エースコンバット5、エースコンバット0、エースコンバット6、エースコンバット7である。エースコンバット 3D は、ストレンジリアルの世界観との関わりを描写している、ものの、本作は、 ストレンジリアルの概念が現れる前のエースコンバットとエースコンバット2を再構築したタイトルであり、立ち位置が曖昧な作品となっている。また、エースコンバット X とエースコンバット X も同じく公式から世界観に含むか定義づけされていない作品である。ただしエースコンバット7公式サイトのコラムや世界地図において、 両作品の舞台となる国家が存在することが明確にされている。ACE Combat Advance や ACE Combat n o ンウィングス Wings もストレンジリアルの世界観を元にした描写が見られるが、どちらも海外限定で発売されたものであり、公式からの声明もなく不明瞭である。Ace Combat 3はストレンジリアル世界内の時系列で最も後になる作品であり、 かつアグスフシリーズにおける時系列の起点となっている作品である。ストレンジリアルという名称はエースコンバットレオ4の開発に携わったデザイナーたちが作品のコンセプトを言い表す言葉としてストレンジリアルと呼んだことを起源としており、このコンセプトは東京ゲームショー2000で公開されたエースコンバットレオ4のティザームビーに描かれたザ・ストレンジ・リアル。 ワールドという表記に現れている。また、エースコンバット5や、エースコンバット0のティザームービーには、ウェルカムツーザストレンジリアル、ワールドという文章が差し込まれ、海外ファンを中心に、ストレンジリアルが、作中世界を表す言葉として浸透していった。プレイステーションにエクスペリエンス2015で、エースコンバット7が公表されると、公式ツイッターは、 ウェルカムバックツーザストランジリアルとツイートした。それ以降から公式は、ストレンジリアルという言葉を様々なメディアで使うようになり、公式ツイッターやゲーム系メディアでも、ストレンジリアルという言葉がエースコンバットシリーズにおける架空世界を示す言葉として使われるようになっていった。ストレンジリアル世界の作品として初登場した作品は、エースコンバットレ04であるが、 その世界は、現在のストレンジリアルと違って、現実世界に近い地形をしており、歪んだ、ユーラシア大陸やアメリカ大陸、および現在のアネア大陸のような大陸とともに、ユージア大陸が存在していた。エースコンバット後では大規模な設定改変がなされ、オーシア大陸やベルーサ大陸などが設定され、ほぼ現在に近い世界観のコ子シが形成された。また、 エースコンバット7の発売前にエースコンバット3が同じ世界観を舞台にした作品であることが明確にされた。設定年度が存在するシリーズ各作品の年表は以下の通り、日付はプレイヤーが操作できるミッションの期間のみを記述している。生死に含まれるか不明な作品はエースコンバット7の公式サイトに書かれるエースコンバットの歴史に記載されておらず、 ストレンジリアルにおいての生死に含まれるかは明らかにされていない。海外限定で発売されたアドバンスは設定年度を2032年としており、一部設定もストレンジリアルと共有している部分が見られる。同じく海外限定で配信されたノーザン・ウィングスはストレンジリアル世界で起こった様々な戦争に主人公の舞台が関与するストーリーである。 しかし両者ともに公式からの声明はなく、日本で発売されていないことから具体的なつながりは不明である。地形や国家などは現実とは完全に異なっている一方で、地質し、生物し、人類史的には大まかに現実に即した歴史を辿ってきており、生態系や文化、言語には共通点が多い。舞台となる惑星は地球と呼ばれており、 太陽や月も存在する。星座についても和紙座、白鳥座、南十字星など地球から観測できるものが登場する。現実世界とは気候などは大きく異なっている。例えばオーシア連邦の首都オーレットは赤道付近に存在するものの湿潤体熟性気候であったり、高位土体の姉アやア大陸に砂漠が見られる。神話や伝承については、 現実と共通するモチーフが多数登場する。現実の北欧神話では、主神オーディンに仕えるワルキューレの一柱とされる、ラーズ・グリーズが、作中では絵本に登場する悪魔として描かれていたり、アーサー・王伝説に登場する、エクスキャリバーが、対空レーザー砲やイージュス艦の名称として登場しており、これら以外にも多数の神話や伝承に登場する、名称が、 作中世界に登場する。宗教体系については明確な形で触れられることはないが、キリスト教的文化は各地で見られ、セントアークやサンサルバシオン、サンタエルバのように守護聖人の名を冠したような都市名が多数存在するほか、ディレクタスには教会が存在しており、クリスウォールでは12月にクリスマスが祝われ南半球であることから、 ハンラのサンタクロースの飾り物が販売される。例4でアイスが実行した作戦名もキリスト教的名称のものがいくつかあり、ノアズアーク作戦やジャッジメントデー作戦はそれぞれノアの箱舟や審判の日を意味する。現実世界と同じ言語が使われるが、その言語の種類は多岐にわたる。オーシアを筆頭に世界各地で英語が使われるほか、ベルカではドイツ語。 サピンではスペイン語が用いられる。エルジアではフランス語が用いられ、ユークトバニアではロシア語が使われる。こうした言語名はストレンジリアル内の言葉に置き換えられ、例えばドイツ語はベルカ語、フランス語はエルジア語と呼ばれる。鉛の概念もあり、6ではノルデンナビク語を話すエストバキア人に対し、エメリア人がエストバキア鉛のノルデンナビク語だと指摘するシーンがある。 東、アジア圏の言語が使われる例も見られ、3では、ヨーコマーサイの上のように、日本語的な名前を持つ人物や、厚生例名のように、日本名かつ漢字だけで表記する名を持つ者がいる。また、ギルバート・パークのように、僕影鉄という韓国語的な本名を英語風に表している人物もいる。7に登場する風シェンは、中国語で、五戦と表記する。七において、 エルジアのアンカーヘッドでは日本語かつ漢字を使った看板も見られる。多作品にわたって、K 流瀬という日本的な名前を持つ人物が複数登場しており、英語音声では、名声の順で表記されているが、日本語音声では、生命表記の場合があり、3D では、流瀬 K、7では、流瀬 K という表記が見られる。現実世界でなければ存在し得ない言葉も多々見られ、 例えば、5では、ダッチロールという単語が登場し、7の英語音声では、オーシア空軍のエイワックス管制官である、ロングキャスターが、イタリアンビストロと呼ぶ場面がある。各作品内で解説される実在機が登場するに、至る背景設定も概ね現実の軍事情勢に沿ったものである。ただし、 軍事技術を中心とする一部の科学技術については、現実世界の現代において、基礎研究段階である技術が、同年代において、すでに実用段階であるなど、やや高度な水準に到達しており、各作品内ではそれらが架空兵器という形で、表出している。軍用機の採用年も、現実のそれより早い。また、発売当時の現実世界で採用前、 不採用の試作機、実践を想定しない実験機についても、作中では量産、武装がなされている体で解説されている。また、現実世界では、不可能なことが多い、陸上機が空母を使って離着陸する描写がある。国際単位系とヤードポンド法が混在している。また、オーシアなどの国では歌詞が、温度の単位として用いられている。北大ア大陸南、大ア大陸外は大陸。 同じくナメコのゲームである、リジレーサーシリーズと世界観を共有していると思われる描写がある。ポートエドワーズに、アッソルート社の広告看板がある。バーナ学園都市のハイウェイに、マ田社のフィエラが止めてある。アンカーヘッドの広告看板に、テラジ社のガイアという新型車が掲載されている。これまでのものは既存のシリーズに登場した車だが、この車は新規にデザインされたもので。 シリーズにも未登場である。このことから、リジレーサーの新作の登場が噂されたが、ディレクターの河野一層はツイッターで、菅野さんのいたずらですと答えている。エルジアの航空会社であるエアエルジアの旅客機が登場している。ありがとうございます。